皆さんこんばんは。今年も残すところあと213日となりました。南です。マイアミではありません。うるさいかな。はい、今日はですね、食べ比べスペシャルというわけでですね、この間すげえ硬くて食べるの苦労してた片パン覚えてますか？これです。この間はココア味だったんですけど、輸入しました。プレーン、いちご、ほうれん草。いやー、仲間が増えましたねというわけで今日は食べ比べをしようと思います。今日も道場に行ってきたんですけれども、晩飯を食べそびれまして、でもこれあんまりタンパク質入ってないんだけどな。今はプロテインジュース飲んでます。まあちょっとせっかくなんで食べ比べしてみようと思ってセーフィードを押すっていう。はい、じゃあ開けます。知ってます？この歌の空耳、なんだっけ、乗りかけてかけててポドンって言うんですよ。でもう一個の方はなんだっけ、もう一個なんだったっけ、忘れちゃった。じゃあちょっと開けてみました。あ、やべ、砕けてる。いや、じゃあまずほうれん草の砕けたやつから食べます。いただきます。チェフィーロース。あ、ほうれん草はマジでほうれん草ですね。美味しい、美味しい。あ、やっぱりこれ食べると無言になるんですよね、硬すぎて。でもだいぶ顎が強くなったんじゃないかな。硬い。大体1個食べ終わりましたんで次に参りたいと思います。どれが一番美味しいか決めよう。いけ、また砕けてるわ。これはプレーンです。いっぺんにザミーキー。これ何語？イタリア語？ね、フェルンテルビエファトム、イレイテルムベニエト。プレーン味がよくわかんないです。甘い、甘い。あ。なんか前のココア味の食べてる動画が異様に伸びたんですよ、視聴率が。なんでかわかんないんですけど、日に日に100ずつぐらい上がって、なんか
自分が物食べてる姿って面白いですよね。面白いなって思いました。プレーンはね、瓦せんべいって感じ。私も言うかな、ベニベニミビリベニベニミビリベニ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 ミビリイルドデイビタビ。すごいね、破壊の罪に生まれし子。この名を口にする中で彼は再び降りてくる。セフィロス、セフィロス、すげえ。セフィロス、ここすごい。今日結構ガチの打ち合いしたんですよ。で、すっげえ痛かったです。すっげえバーンなってめっちゃ痛かった。明日あざだと思います。これなんかあざっぽくなってるから、もうこれ何、あ、やばいやばい、映画を見る気はないんだ YouTube で、やめて。あ、もういいよ。あ、すごいなんか来たよ。沢野さんの神戦闘曲、やる気を全開にさせるアニソンメドレーにたどり着きました。はい、では次、いちご。なんか全部砕けてんだけど、なんで砕けてないの食べよう。いちご、いちご先生、なんかトロンみたいじゃない。トロンって知ってる？ディズニーの。いちごの匂いがする。いただきます。ジャムパンの味がする美味しい。あ、いちごうまいな。あらら、なんか子供が歯全部抜け終わってこれ食べて育ったらすっげえ顎頑丈な子になると思います。あと、あの、歯抜けそうな時これ食べるといいかもね。歯すぐ抜けるよこれ、バキッて。やっぱイチゴかな。これあんまりだな。やっぱり進撃に行っちゃうよね。ああ、一気に食べたな。食べましたね。もう一個食べようかな。お腹そんな空いてないんだけど、せっかくだからほうれん草をもう一個食べようと思います。買ったんだね、熱いって言っちゃった。うまい。
ソー好きだな。なんかほうれん草って単体としては微妙なのにコラボすると美味しいですよね。ほうれん草カレーとか、うん、もさもさしてるけどもうやめよう。もう大丈夫です。お腹いっぱい。これ一個何カロリーあるんだろう。1枚につき55キロカロリーですね。ということは私は1、2、3、4枚食べたので、55×4 はいくつ ?220。結構食っちゃったな。まあいいや。なんか最近言い訳をしてました。すべてに。ホルモンが狂ってて体調がどうのとか。サイヤのタイプがどうとかこうなすりつけてました。いろんなこと、すいません、この場を借りて謝ります。そういうこと言ってる場合じゃねえだろって思うんですよね。本当に別に自分ディスり大会、自分ディスり大会だけど違うんですよ。私はやっぱりね、そういうクズ的なところがあるので、精神的にちょっとここはカツを入れていかないと、まあ、打ち合いをすると目が覚めますね。というか自分の中のやっぱり少年がいるんですけど、少年がね暴れ回ってんだよ。やっぱ普段信じられないぐらい暴れ回ってんのね。わーっつって、それをやっぱり粛清する場所が必要なんですよ。粛清じゃないんだけど、発散じゃないんだけどね、少年を少年たるやってやってあげる必要がありまして、多分世の女性はみんなそうなんじゃないかなって私なんとなく今思うんだけど、なんかそしたら今日坂口恭平さんがなんか性別わかんなくなったみたいなこと書いててちょっと面白かったんですよね。あの感じわかるなって思った。ちょっと正直わかんないよね。まあ体としては女ですけど、やっぱり女だからって思う時ももちろんあるんだけど、なんか湿度が高まっちゃう女になっちゃうとちょっと私嫌なんですよ。自分がなんか湿度高えなみたいなのはあんまり好きじゃなくて、それよりはやっぱりこうカラッとしたね、カラッとした女でいたいなっていうか、その方がなんか好きだなって思う自分が、ですよ。なんかこうね、なんていうのね、あのメガロボックスに出てくるなんかバイク盗んだ子供の母親、なんて名前だっけ忘れちゃった、ジョーのメガロボックス2のなんかジョーが薬なんか薬中みたいになっちゃうんですけど、最初なってて、おっちゃんが死んじゃって薬中みたいになってて、でそのジョーからバイクを盗んだ子供がいて、その移民街みたいなところの、でそれの母親がいるんですけど、その母ちゃんがめっちゃねいいんですよ。ああいう感じになりたいんですよね。ラテンの女みたいな、メキシカン女子みたいな。なんか女ですっていうよりはやっぱ女の子がいいな最近。女の子だから、なんか空手着着てる自分は好きですね。私最近空手着着てる自分を鏡で見るとちょっと嬉しくなりますね。あのグローブしてこう武装した自分本当は素手でやるんだけど、まだねやっぱりグローブするんで
あの自分はね、最高に生かしてると思ってる。なんか可愛いもん、すごい。いいじゃん、いいじゃんって思って、鏡見てすげーテンションが上がっております。はい。うん。ね。でも今日はマジで痛かったな。なんかさ、聞かれたんですよ。打ち返した方がいいですか、それとも何もしない方がいいですかって聞かれたんですけど、打ち返すってどれぐらいの威力で打ち返すんですかって聞こうとしたら、打ち返すだけを聞いた黒帯の先輩が、じゃあ打ち返しますって言ってくださり、そのまま打ち返されまくったっていう。でも黒帯の方はやっぱり痛いけど蹴りとかやっぱまあ手加減はしてくださって、でその後緑帯の先輩とやって、まあ、その先輩すごいんですよ。もうその先輩も侍みたいな感じなんですけど、教えてくださるんですけどね。でもやっぱね、これがね、こう打った時にこれでかわすんですけど、これがもうさ、ダイレクトにここ当たってめちゃくちゃ痛い。もう絶対明日あざ、これでも楽しいです。こうやってあざが増えていくんですよ。こうやって私が怪我をしていくんですよ。強くなれ楽しそうだな私っていう感じなんです。でもなんか久しぶりにやっぱり楽しかったですね。やっぱり道場は私にとっては必要な場所です。はい、いやー、兄だよ兄。兄になりたいとか最近よく言ってるからさ、みんなさ、お兄ちゃんだと思ってる人が多くて、私なんかお兄ちゃんいるように見えるらしくて、違いますよ、私長女だからね、弟がいるんだからね。まあ、お兄ちゃんみたいな弟だけど、しっかりした我が弟。ちゃんと無事にオーストラリアに着いたらしくて、オーストラリアの、どこだっけな、いつも名前忘れちゃうんだよね。まあ、どっかに着いたんでしょう。はい。っていう感じで。まあ、じゃあ、今日はこんなところかな。っていう感じですね。私も。兄目指して頑張ります。うん、いや幸せな人生ですよ。会いたい人に会って、やりたいことをやって、写真も撮って踊って、いろんなこと喋ったりいろいろしたり、楽しい人生ですよ。あのシラフですからね、今日楽しい人生ですよ、私の人生は。はい、というわけで皆さん、また明日。